おはようございます。ステーキです。2020年12月の5日です。志賀高原横手山来ました。いつものラフォーレの裏ですね。まあここで撮影するのは今日か、まあ来週が最後でしょう。今日もいい天気、そしていやもうね、なんかね、私が志賀高原っていうか横手山来るたびに新雪が降るんだけど、これは一体どういうことなんでしょうね。まあいいや、あ、そうそう、ブーツね、あ、雪でちょっと見えなくなったけど、おニューネット下ろしてきました。真っ青なラングですね。で、まあこれからこの後滑っていくんですけど、今日はね、そんなゲレレポも必要ないと思うんで、この第4ゲレンデから下、今日からオープンの第1ゲレンデのところ1本で通した動画撮っていこうと思います。よし、それじゃあどうぞ。混んできたね、第一ゲレンデ。先週までオープンしたのがこっちの第4ゲレンデ、会話ゲレンデっていうところですね。で、この辺先週まではアスファルト出てたんですけど、もう完全に雪で覆ってくれるようになりましたね。やっぱそこが人気なのかね、混んでるんで、よいしょか、こっちのね、ガラス付きのリフトに乗っていこうと思います。ちょっとリフト遅いのがなんだけど、半斜面で空いてるんで、回すにはいいと思います。特にこっちこんだけ飲んでたらね、絶対こっちの方がいいかな。今日もね、ニュー横手と山本と、あと、ふもとの明かりが開いてると思うんですよ。明かりはスキー場の設備なんですけど、まあ、食べるなら餃子かな、ラーメンかな。それ以上にトイレがね完璧なんでね、それがおすすめです。さて、じゃあこの足に行きましょう。正面に妙高山、杉の原がど正面に見えるんで、もしそれも景色も楽しんでくれたらいいですね。行きましょう。っていう感じでね、ここはね、第一ゲレンデですね。結構まだチケット売り場並んでますね。これからさらに混みそうです。じゃあまあ、短いですけど、今日のゲレレポはこんなもんでいいかな。第一ゲレンデはね、まだちょっと雪のね、森はね、薄いかな。ちょっと固めに仕上げて、まあ削れないでしょうという感じに仕上がってます。ここがね、最高の雪質になると、グラトリするにはね、最高だと思いますね。何しろ緩斜面で広いんでね、しかも混まないと。よし、はい、というわけで、焼けびた山に来ました。移動してきました。今日のあたりはね、焼き火台山でしたね。一ノ瀬高間ヶ原焼き火台はリフト待ちほぼゼロです。で、その中でも焼き火台山、結構長いコースでオープンしてくれてるんで、なかなかおすすめですね。普段は遅いこのロマンスリフトが、今日はがっつり速度出してくれてます。コース、簡単に紹介すると、このロマンスリフト降りて、すぐのところ、この斜面ですね。うねってますよね。うねってるところを滑っていって、で、右から、リフトを乗ってる人から見られるんでね、行き切りたい人はそこで行き切っていきましょう。で、その後一回カクンと落ちる場所あるんで、そこは中央のラインだけ氷が出てて、両サイドにモフモフが溜まってって感じなんで、自信ない人は飛ばさない方がいいでしょう。で、その後はね、すごいだらだらね、長い緩斜面です。だからね、ここのリフトから見られる、この斜面、うねり斜面で、全力を出していく感じで滑っていくのが良いかと思います。というわけで、滑っていきます。ここからは危ないんでね、ゆっくり背面撮影できますね。ほら、リフト待ちがガラガラ。よし。じゃあ次は一ノ瀬エリア行くか、このまま動画終わろうと思います。バイ。お疲れ様です。ゆきです。お疲れ様です。3スキー場目、一ノ瀬ファミリースキー場来ました。ちょっと日が陰っちゃったな。逆光撮影したかったんですけどね。もうね、16時近いんで、軽く流して、ちょっとここにね、来たね、理由があるんでね、ちょっとそっちの目的果たしていこうと思います。じゃあ、軽くすっていきます。リフト待ちなしですね。昼も朝もこんな感じだったみたいですよ。で、今日の目的はこちらです。大正軒。いやね、去年も実はね、一ノ瀬のね、もうちょっと奥まったところにね、大正軒できてたんですけどね、いろいろ問題あって、問題っていうのは味とかじゃなくてですよ、問題あってね、閉店されてた一ノ瀬が今度ゲレンデ内のここリフト下に復活しました。今からねすすりに行ってきますダメだ笑いがね、ね一応ね麓のね里のね対象圏とね面の太さとかねいろいろね違うんでね、そこら辺、食レポはしないですけどちょっと映像に収めていこうと思います。多分この後にね嫌がらせのようなねシーンが出てくるかもしれませんね。はい、というわけで今日のゲレレポはここまでにします。もしこの動画面白かったり参考になったりチャンネル登録したくなったら何言ってんだお前うんぬんかんしたかったらグッドボタンやチャンネル登録とかその他もろもろお願いします。よし、じゃあね、じゃあすすってきます。いいね。